こやしたっけ。こんばんは。フラペチーノさん、おいハート、ありがとう。こんばんは。リックくん、お疲れ、ありがとう。まるともちゃん、タコちゃん、ありがとう。こんばんは。リオさん、お疲れ、ありがとう。え、落ち込むことあったけど、あずみちゃん見た瞬間、え、ほんま？よかった。そんな時もあるよね。よかったです、元気出て。久米のパパさん、ハートありがとう。1個、あ、2個ある。あ、じゃあ2個食べる。ちょっと待って、ちょっと待って。ここにありがとう。恋さん、レインボースターありがとう。お疲れ、あ、間違えた、めおこちゃん、お疲れ、ありがとう。元気、こんばんは、ありがとう。配信来てくれて嬉しい。嬉しい。トムトムさん、ハートありがとう。しんごさん、かわいい、ありがとう。恋さん、ハート3連ありがとう。このパパさん、いっぱいありがとうね。おいハート、ありがとう。恋さん、かわいい、ありがとう。今日はじゃん、今お姉ちゃんが持ってきてくれたの、何かわかりますか。じゃ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 ん。スイカ、スイカ食べちゃう。大好きなスイカ。おいハート、ありがとう。ズキチさん、マツさん、タコちゃん、ありがとう。コイさん、ハート、ありがとう。マーキル、ビーチボール、ありがとう。そう、実家でもらったスイカです。スクショして、初スイカ、今年初スイカ、うん、めっちゃ冷えてます。食べ過ぎ注意、スイカ。リア君、だるまさん、ありがとう。主さん、レインボースターありがとう。ね、やっと食べれる。塩かけずに食べるかな。ゆずきちさん、たこちゃん、ありがとう。大好きなんですよ、果物の世界の中で一番スイカが。ただ食べ過ぎたらいけないよっていうね。お腹冷えちゃうからね、食べ過ぎたら。あ、さっき食べたの？そうなんだ。え、スイカ割りね、私実はね、あんまりしたことないんですよ、ちゃんとスイカ割り。しんごさん、水色のくまちゃん、ありがとう。では今年初かぶりつきいきます。うん、おいしい、うまみん。うまみんすぎる。うん、リオさん、涼しい、ありがとう。いい音鳴った、ほんと。デンジローさん、うま、ありがとう。うまみん。これ語尾が伸びちゃうタイプのうまみんです。うまみんじゃなくて、うまみん。うまみん。こいさん、うま、ありがとう。しんごさん、うま、ありがとう。でんちろうさん、うま、ありがとう。ゆずきさん、うま、ありがとう。ハンバーグみたいな。うまみん。いや、種取る人よ、今ちょっと種取ってる。種意外とある。うん、うん、ちょっと上着脱ごう。おいしい。
めっちゃ甘いです。めっちゃ甘い、激甘。うん、うん、美味しい。うん、塩あんまかけて食べたことないんだよね。こんばんは、まるともちゃん、たこちゃんありがとう、みやこちゃんうま、ありがとう、しみこさんうま、ありがとう。本気食べ。うん、うん、結構塩つけて食べるのみんな。なんか食べれないんだ。あれ、うん、塩かけること多いね。かけないんだよな。かけて食べたことはありますよ、これまでに。でかけても美味しかった。りっくん、レインボースターありがとう。うん、確かにめっちゃ甘くなる。うん、甘さ倍増。うん、美味しい。うん、ねもすけさんうま、ありがとう。黄色いスイカね、黄色いスイカ私結構食べたことあるんですよ。おじいちゃんが作ってくれるスイカが結構黄色いことが多くて、黄色いスイカなことが多くて、うん。みやこちゃん、たこちゃんありがとう。ものすごいスピードいやめっちゃ早いよ食べるの美味しくてもうなくなりかけてる。でもまだもうちょっと食べれるから、もうちょっと食べます。うん、美味しすぎる。音する結構ね。黄色も美味しいよね。味噌とか胡椒、スイカ本当に本当に合うの味噌とか胡椒も。どんな味になるんだろう。種なしスイカもあるんだ。結構こんぐらいまでかじるかも、スイカ。うん、ギリギリまで赤のかじってる。いい音するんだ。うん、ペペ出してるよ。種出しながら、こんぐらいかな。ごちそうさまでした。続きましてもう1個2個2個切ってくれたお姉ちゃん、ちょっと2個食べちゃおう。もうあっという間食べれちゃう。もうこれね、私絶対ね半分食べれちゃう。4分の1一人で食べれちゃうもん。もう1個いった私ほんとスイカなら大食いできる。何か食べれる。うん、お姉ちゃんに切ってもらった。今いけるよねスイカ。うん、4分の1いけるぐらい好きなんです。こんばんは。だけど食べ過ぎちゃうんよこのペースで食べちゃうんです、私夏毎年。めっちゃ食べちゃうんよ。めっちゃ食べちゃって大変なことになっちゃう。ASMR 動画したい、撮りたいな。ね、夏感じるね。おかわり。食べっぷりが180くらいの人の感じないよ。いや、ほんとにね、
私大食いはあんまりできる自信はないけど、大食いに自信はないけど、スイカなら大食いできる自信ある。めっちゃいっぱい食べる君が好き、大きな一口。安住に見せたいものある、鏡で待ってて。え、何気になる、全く。うん、なんだろう、楽しみにとこ。おかわり、こんばんは。まあね、水分だしね、スイカってほぼね水だから。カロリーあるのかな、あるか、カロリーある、あるのはあるか。じゃあ2個目いただきます。うん、うん、うん、また落ちた。うん、うん、フルーツパンチよくあるよね、果物くり抜いて炭酸入れるやつね。すごいじゃん、種飛ばさん飛ばさんよ種。種、私食べ、種飛ばしてつくことない、うまく飛ばせないです種。アニメみたいにでしょ、プー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 って飛ばして食べたことないんですよ、種飛ばせない。うん、あ、そうなの。種飛ばすのが醍醐味種飛ばす大会なんかあるの。しみこさん、まありがとう。種プンって、どうやって飛ばすの、プンって口だけで飛ばせない、プンって飛ぶ種。なんかね、飛ばすっていうか口からポロポロポロって出しながら食べてるいつもプーンって飛ばしてない。あるの種飛ばし大会、本当にあるの種飛ばし大会、スイカの本当にそんな大会あるんだ。こんばんは。え、足つ、え、待って、めっちゃわかる、私も足つる、すごい最近よく足つる。クナコあたりで種飛ばしたいから、確かにやりそう。ノーピ出るよね、クラコン、クラコンノーピ出る。うーん、何のあるんだ。オリンピック種目、え、絶対嘘じゃん、嘘じゃん、オリンピックは嘘じゃん、オリンピック嘘じゃろ絶対オリンピック種目にあるわけないよ、スイカの種飛ばしが。よいしょ、みわこちゃんレインボースターありがとうね。クラコアズミンはまだかなまだかな、いつかな。こんばんは。うん、そう、足つるんですよ、熱中症。え、そうなんだ、夜に、毎日じゃないんだけど、ここ最近じゃけレッスンとかが多いけん、足疲れとんかなと思ってたね。そう、ふくらはぎがつる、うん、寝とるときに。お水、お水飲まんといけんのか。え、種食べたらお腹にすり替えるってめっちゃ言われてた。食べたら、種食べたらスイカ、スイカの芽が出てくるよって。あ、ミネラルね、水分と塩分取る、しっかり、ありがとう。
しんちさん、だるまさん、ありがとう。ミネラルってどうやって取ったらいいんだろう。塩分チャージで取れるのかな。塩分チャージめっちゃ好きなんや。完食、美味しかった。ごちそうさまでした。美味しかった。スイカ、夏が始まった、合図がした。ガーメンあんま食べたことない。お塩、あ、スイカ、スイカもいいんだ。じゃ今日は大丈夫じゃ。スイカ確かに食べたけん、2個も食べたけん足つらんかも。寝てる時に熱ったらもう最悪なんよ。治らんし、すぐに痛くて目が覚めるし、釣るの痛いよね。よいしょ、美味しかった。バンジャラモンスターさん、だるまさん、ありがとう。あ、わかめとかないんだ。岩塩、プロテイン、プロテインさ、飲んでみようかな。プロテイン、プロテインってさ、どう体にいいんだろう。あ、バナナとかもいいんだね。ありがとう、いっぱい教えてくれて。レバー、鉄分、確かになんか多分栄養素不足してる気がする。でも私綺麗に栄養素取れてない、取れてないと思う。自分でも思う。綺麗に栄養素取れてる生活送ってない気がする。わかんないけど、必要な栄養素ちゃんと全部取れてない気がする。あ、ジム始めるならプロ、ジム、そうだよね、確かにジム始めたら。始めたらプロテインのちょっと飲んでみようかな。貧血はね大丈夫、昔の方がしてたんですよ私貧血。なんか割と夏は貧血、夏イコール貧血って感じだったってぐらいめっちゃ貧血起こしてて夏。じゃ結構怖かったんです、夏運動するのね。ちょっと恐怖症だ、恐怖症まではいかないけど、夏に運動するのちょっと怖かったけど、今は全然大丈夫。あんまりならんかも貧血。ねえ、栄養素ちゃんときれいに取りたいな。水分、でも水分いっぱい取ろう。キレトレもミネラル入ってないのか、え、わかんない、どうなんだろう。ミネラル、なんかアミノ酸、アミノ酸だっけ、え、あ、うん、なんだっけな、アミノ酸か、そういうの入ってるかも。アミノ酸じゃないか。こんばんは、スイカグミ、え、あるよね、知ってるよ、スイカグミ食べたことある貴重な栄養素、アズミン、じゃあアズミいっぱい摂取してよそういっぱい摂取してよ。ひーくん、たこちゃん、ありがとう。そう、フラワーって、うん、一回あの高校の時の数学の授業中になって座ってたら、もう視界が真っ白になって、あの黒板とかがもう景色が真っ白になって、すごい汗をかく、めっちゃ汗が出てきて、なんかもうこうしてられないんよ。うつ伏せにならなきゃしんどい感じになっちゃって、
これはやばいやつだと思ってそう急いでもう先生に言いに行って、ちょっと保健室行ってきますって言って言いに行って保健室行ったんだけど、それも貧血だった多分。そうさーってなるよね、もうあれあの感覚がめっちゃ嫌いで、そうめっちゃ真っ白だったらしい。でも唇が顔に血色がなかったらしくって、保健室行ったらあちょっと危ないねって言ってすぐに休みました。その後休んでたら治ってよく、うん、あれ一番怖かった、あのこれまでの中で一番の貧血の中ですごい一番怖い貧血でした。あ、湯船に使って、確か最近ねシャワーになったんよね、あんまり湯船使ってないんですよね。二人実家出てから湯船もちゃんと使わんといけん、シャワーで済ましちゃうんです。リオさんかわいい、ありがとう。ヤシさん結婚してありがとう。ああプロテインダイエット、確かに。やっくん初見さんありがとう、こんばんは。そう血圧がなんかなってたのかな、うん、血の気が引く、めっちゃ怖かった。え、電車の中で、え、怖い。電車の中で立ってる時、私座ってたからまだ、私うん授業中とかだったからあれだったけど、電車で立ってる時とか周りに全然知らない人、学校とかだったからまだよかったけど、それなんだろう、どうもできない環境下でそれなっちゃったら絶対怖いよね、しんどい。こんばんは。恋さん結婚してありがとう。湯船ね、そうなんよね、つからんとねいけんよね。母さんにも言われる、湯船ちゃんと入れなさいってちゃんとお湯ためて湯船浸かりなさいって、毎日じゃなくても週に1回とかは浸かりなさいってめっちゃ言われます。なかなかねシャワーで済ましちゃうんですよ。こんばんは。ね、でも今はもう全然ないです。体が丈夫になったんかもって思うぐらい。全然ない、貧血みたいなのそういう系はないですね。やっぱ学生の時に多いのかな、でも中学校高校ぐらいになってた。キサちゃん一応作ってとか言われたけど、これ私たち作るべきなのか悩んでる。うんうん、あずみのだけあずみのだけにしてねえ、確かに朝礼とか、ねえ、こんばんは、ありがとう。難しいよね湯船、そうなんよね、鉄分取ろうちゃんとね、大切。いや強くなったと思う、でも昔より丈夫な体になった、すごい昔の方が多分ちょっと貧弱だった私、昔よりも丈夫になりました体が。
でも夏はねバテやすいので、どうしてもこうしても気をつける。暑さに弱いんです私、どっちかというと暑さに弱いタイプなので頑張ります。暑さに負けず。こんばんは。ね、あ、赤身の魚とかもいいんだ。怪我して、無理せんとで、せんとでなんかどっかの方言みたいになっちゃった。無理せんのいよ、怪我した時は。うん、ありがとう、でも嬉しい。体安静に、うん、体第一で。こんばんは。鉄分大事やな。熊田パパさん結婚してありがとう。こいさん結婚してありがとう。にもすけさん結婚してありがとう。お昼メールの、これでしょ、スモー T シャツ、ブルル。今日はスモーでした。スモーで頑張ってきた、ありがとう。ゴンちゃん結婚してありがとう。あれも無理せんでね、ありがとう、優しい。ありがとう、無理してないよ、頑張ってる。こんばんは。ねえ、久留米満喫したの姫で、いいね久留米。自分も今グルメを満喫しに旅行に行きたいです、どっかに。グルメ旅したい、グルメ旅。みおこーちゃん結婚してありがとう。りおさん結婚してありがとう。ゆずきちゃん結婚してありがとう。でもうね、学生さんも夏休み入るよね多分、そろそろもう入ってる人いるのかな。ぬしさん結婚してありがとう。ソラさんの夢の話を噂で聞いたんだけど、詳しく聞かせてください。なんだそれ、ソラさんの夢？なんだろう、私知らんかも。私知らんかも、ソラさんの夢の話。なんだろう。なんだ。スモーティーでダサくなったよ、なんかじゃって。いい感じにダサかった。ダサいよね、ダサいけど可愛いんだよなこのスモーティー。うん、 STU 的なチャンスない気がする。あるかな、7月はまだないな STU 的なチャンスは。北海道行きたい、めっちゃ行きたい、今ね一番行きたい北海道が。多分夏とかに行くとさ過ごしやすくて良さそう、温度的にも。淡路島いいね、行ったことないかも淡路島。新潟のラーメン巡り、美味しそう。美味しそう、グルメ旅したい。確かにお金もいるね、グルメ旅って。ねえ、夏休みお盆ぐらいにあるかな、いやわかんない、ツアーの練習とかでいっぱいいっぱいな8月になりそうな予感がしてる。ソラさんの夢の話ってなんだろう。最近イチャイチャしたけどソラさんと。夢の話は聞いてない。ご飯食べに行こうねはずっと言ってて、
予定も合わせてるんだけどなかなか合わずに、あーあーってなってるんです。そらさんとちょうどね、全国ツアーと先輩ら方の全国ツアーと自分らの研究生ツアーのレッスンがこのガチャコンシステムで入ってるんですよ。ガチャコンシステムというか、あの先輩方が全国ツアーのレッスンしてる日が自分たちが休みで、私たちが研究生ツアーでレッスンしてる日がそらさんたちが休みでみたいな感じで予定が真逆なんですよ。休みと予定が、レッスンがある日が、そうなんよ。じゃけ全然合わなくって、そらさんって予定が悲しいけど、そらさんのセンター祭出れる、見た今日情報解禁、8月9日のそらさんのセンター祭に出ます。花咲公園イエーイあずみん出るよ、花垂公園。嬉しい、めっちゃめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。そう、出れるの、よかった。そう、入れ違いなってるの、うん、予定が。じゃけんえ、ね、かくなって、え、楽しい、仕事頑張って、うん私も頑張る、会えるの楽しみに。沖縄ね、沖縄も行きたいな、北海道沖縄行きたい、日本の端っこ。こんばんは、あれ待って待って待って、出てなかった、嘘、待って、変な出てなかったっけ、あれ出てないかもしれない、あった、出てない、ごめん、出てない、あーちょっとごめん、みんな記憶をなくしてごめんなさい、記憶なくしてほしいやってしまったまだ出てなかったメンバー、そっか、予定ありますよだけか、ごめん、記憶消して、記憶消して、1分前の記憶がなくなる、なくなる、みんななくなるなくなる、なくなる、なくなれ、なくなれごめんなさい、やっちまった、なくなって、なくなって、なくなってください出たいな出れたらいいなやってしまった、本当にごめん待って待って、本当にここだけの秘密にしてください、ごめんなさい、聞いちゃった方、秘密でお願いします、秘密でお願いしますごめん、確かにスイカ食べるところからやろうかな何もないよね、何もね、何の話だったっけね、スイカ美味しかったわー、まあこうちゃん、あわ、ありがとう、スイカ美味しかったな、スイカ美味しかったな、スイカまた食べたいな ありがとう、おはようって戻りすぎ、さかのぼりすぎ、おはよう、そうそうそう明日やってしまった、めっちゃ、よし、じゃあカラオケしようみんなの記憶を上書きしよう、カラオケで。さあ何歌おうかなさあ何歌おうかな、
あ、これ久しぶりに歌いたい。元気に。ありがとう。好き。好き。ありがとう。え、ちょっと歌いたい歌歌ってもいい？イコラブさん。これもうね、何回もす、何回聴いても好きだ、これが。マイカさんが好きなんですよね。
冬までの粉雪は汚れた雨に変わってた。決断したようで未練があること、空だけが気づいて泣いている。私の目に映ってるあなたは嘘をついてる。あなたに映ってる私は知らないふりした。特別じゃないならあんな顔見せないでよ。まだ好きでごめんね、願いただ一つ。こっちを見て沈む船は戻らない。それでも海を孤独にさまよう。色づいた雪じゃ愛されない。真っ白に戻して今日も欠けた月を満たすように、優しく足りないもので溶かして、もうすべてはいらないの、愛だけが欲しい、このままずっと。君を嫌いになれるパズルのピースはあるのに、完成するのが怖くて触れず、今日も心に隠している。宝物じゃないなら大事にしないでほしい。乾いた切ない胸にあなたは少し水を足す。私の二人ならどんな目で見つめ合うの。何も知らない、何も分かってない、バカなふり。星も消えたこの夜にあなたに導かれて雪になる。負けたわけじゃないってこと、目をそらさずに言ってよ。私が弱かっただけ、そう思わせて優しい嘘を。来世では会えないでしょう。誰かみたいに甘えられたなら、ああ、あの子コンプレックス。沈んでも沈んでもいい、それでも恋は走ってゆくから。色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻して、今日も欠けた月を満たすように、優しくあの子に触れているのでしょうか。愛なんてもういらないよ、そばにいさせてこの海の中。好きだ。ハモリいいですよね。わかる。いいな。こういう曲とめっちゃ好きなんで、ね、イコラブさん。ずるい。ずるいよ。もう好き。こんな気持ち二度とないでしょう。ずるいよ。これ伝えるかな。これごめん、めっちゃ好き。やり歌いたい曲歌いたい曲めっちゃ歌ってる。セクラブさんの曲。つるいよ、こんな気持ち二度とないでしょう。好きはゴール知らずに走る。ありがとう、もう会わない人、今もまだ思ってる。
7時ちょうど初の電車、強い雨の日だけ乗ってくる。こっち見てはにかんだ顔、3年経っても覚えてるよ。あ、褒めてくれた赤いワンピースは次の予定を待っているの。今日だって雨は降ってるのに、二両目君はいないね。ねえ、望んでた街でね。え、どんな月を見てね。え、誰を思ってる。不幸になってほしいなんて思ってないよ。だから幸せにはならないで。気にさせて急にいなくなる。白雪姫はキスを待ってる。気づかずに目を閉じたままで。こんな気持ち二度とないでしょう。好きはゴール知らずに走る。ありがとう、もう会わない人。今もまだ思ってる。これのナータンさんめっちゃ好きなんよ。ほんまに好き、この曲いいよね、ほんと。難しい映画やコーヒー、全部君が教えてくれたね。好きなものを話す時のまっすぐな眼差しを思い出す。枯葉を踏まれ音を立てなくなる。生きたかけらさえ残さないね。神様どうか伝えてください。君は綺麗だったと。もう無理なんてことは分かっているのに、でも考えてしまう。私が声を上げて泣いていたら君は振り向いてくれたのかな。もう一度抱きしめて、涙が止めいな理由は、雨に紛れるからからだって気づいたの。だから強く振って、柔らかい笑顔と裏腹に、細くて大人ない指先にかけられた切ない魔法は解けないまま。 Just 秋の風に目がくらんで、ぎゅっとまぶた結んだ時、思い出よ記憶から、ああ消えてくれませんか。君はキスを待ってる。気づかずに目を閉じたままで。あなたの嫌いな色まとい、二人で見た雪をまとう。ありがとう、もう会えない人。今もまだ思っていて。ありがとうございます。あ、関さん、ふーちゃん、いやイコラブさんの曲いいな。いいですね、楽しい歌うの。楽しくなってきちゃった。自然と音しげ入ってほしいな。絶対難しいけど一人で歌うの。クマネパパさん、青いハートありがとう。君の泣き声、好き。ヘラシマコバ先生、いいね、ありがとう。ねえ、
ありがとう、めっちゃ嬉しい。何歌おうかな。何歌おうかな。しっとり系？しっとり系。忘れたあのこと。 よかった、私も忘れてた。 歌うの楽しくなりすぎて、どうしよう。うわー、どうしよっかな。これ一番だけ歌おうかな。 これもいい、かわいい曲。忘れたの。 別れたって噂で聞いた。本当かまだわからないけど、チャンスはきっと探せばあった。近くにいたのに気づかなかったんだ。期待と不安のシナプスきしみ、竜服に炭酸、そんなこともどうだっていいよ。走れ、君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった。正直な自分、今さらログインする。学校に君がいて何を話すか思いつかない。空の色が変わってゆき、サイドが上がる。やっとわかった、答えは一つ、青春はサブリミナル。ありがとうございます。ここさ、いおりさんとまいかさんのハモリが入るじゃん。空の色が、あの落ちサビあたり、最後らへん、あっちもハモリの方めっちゃ好きすぎた。あそこがハモリの方を覚えちゃう。空の色が周りの、あそこ好き、あの二人で歌ってるところ、めっちゃ好き。あそこ毎回好き。きっかけ
これ最後の音がね、ちょっと迷子になっちゃうんだよね、毎回きっかけ。交差点の途中で不安になる、あの信号をいつまで青い色なんだろう。不意に点滅し始め、急かすのかな、いつの間にか少し早歩きになってた。自分の意思関係ないように、誰も彼も皆一斉に走り出す。何に追われ焦るのかと笑う、客観的に見てる私が嫌いだ。決心のきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる。流されてしまうこと抵抗しながら、生きるとは選択したった一つを選ぶこと。横断歩道を渡っていつも思う、こんな風に心に信号があればいい。進みなさい、それから止まりなさい、それがルールならば悩まずに行けるけれど、誰かの指示待ち続けたくない。走りたい時に自分で踏み出せる強い意志を持った人でいたい。もう一人の明日の私を探そう。決心のきっかけは時間切れじゃなくて、考えたその上で未来を信じること。後悔はしたくない、思ったそのまま、正解はわからない、たった一度の人生だ。ほら人混みの誰かが走り出す、釣られたみたいにみんなが走り出す。自分のこと自分で決められず、背中を押すもの欲しいんだ。きっかけ決心のきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる。流されてしまうこと抵抗しながら、生きるとは選択したった一つを選ぶこと。決心は自分から思ったそのまま、
曲すぎる。あ、もう音までいい、最後のピロリン、メロディーまで素敵。じゃあどうしようかな、最後生きここ。これ生きここって略すの、息をする心って。最近なんか生きここ、息をする心を生きここ生きここって言ってるのを聞いて、この曲の略し方って生きここなんだって、うん、最近思ったけど、生きここなの息をする心ね、生きここらしいです、略し方。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。あ、夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる、君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う、目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ、明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ、息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい。気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。慎吾さん、レインボーサタワーありがとう。待って、ありがとう。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕
僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとう。俺もありがとう。よし、じゃあ男女読もうかな。久々のカラオケだった。楽しい、歌うの。やっぱ好きだ。好きです、歌うのめっちゃ楽しい。13位かけ37さん、ありがとう。12位めたいこさん、ありがとう。11位マッツさん、ありがとう。10位ひーくん、ありがとう。9位みゃおこうちゃん、ありがとう。8位くまねパパさん、ありがとう。7位こけだまさん、ありがとう。6位マーキュル、ありがとう。5位広島こパセリさん、ありがとう。4位ゆずきちさん、ありがとう。3位トムトムさん、ありがとう。2位こいさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルバン、しんごさん、ありがとう。ありがとうございました。こっちか。できた。ありがとう。え、ありがとうね。嬉しい。配信初めて来てくれた。ありがとう。え、癒された。よかった。明日も頑張ろうね。ゆっくり遊んでね。今日癒しパワー全開だった。嬉しい。よかった。ゆっくり遊んでね。また明日ね。ありがとう。おやすみなさーい。ね、明日で実ラストだよ。金曜じゃけん。頑張ろう、明日も。明日は配信はね、明日も7時半からする。7時半から朝配信します。ね。ありがとう。ありがとう。7時半からする。うん。また明日ね。ありがとう。また来て。おやすみ。じゃあ、ねえねあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。おやすみー。おやすみなさーい。